はいさーい。はい、ということで本日はですね、棚作りをしていきたいと思います。はい。前回ね、こういう作業をしたんだよね。まあ、なんとね、我が家のこのキャンピングカーにインフラが整ったということでね。あ、見せる？見せよ。見せよ。ほら。ほら。お、電気ついたね。あ、消えるし。消えるしね。あ、消えるし。消えるね。消えるし。もういいよ、もういいよ。もっとやりたい。いいよ。後でやらしてあげるからね。はい。ということで、まあ、こういう風に電気システムが通ったわけで、まあ、あとは温水給水ぐらいかな。やらないといけないですね。水回りか。うん、あと排水か。そうそう。なんだけど、その前にね、うちちょっとまだね、キャンピングカーの中に収納が少ないということで、結構コメント欄でも気にする方いらっしゃったんだよね。そうみたいね。で、それをちょっと今日は作っていこうかなということで、早速作業やっていきたいと思います。はい。計画としましては、ここから45センチぐらいこう板せり出します。で、その板だけだと物ポロポロって落ちてきちゃうから、そこにこう引っかかるようにね、10センチぐらいこう壁を作って、一応ね、ここがこう、こうなってこうなってこうと、なんかこう段差にね、なる感じで。ちょっとだいぶデザイン性を意識してね。ちょっと大輔さんのこだわりポイントみたいなのが。そうなのよ。大事なのよ。で、カーテンは普段はしとこうかなっていうね。ここにシャーっとね、カーテンで目隠しを普段してると、まあカーテンの方がさ、スペースも取らないし、こう開け閉めもしやすいから便利かなと思ってね。あと軽いしね、重量計算っていうのがあって、ちゃんと重量計算しないと車検通らないっていうか、登録できないのかなってことになるから、まあそこら辺を意識してっていう感じかな。ということで、じゃあ早速やっていきましょうか。はーい。はーい。うわー、微妙にサイズはまんねえな。いや、よいしょ。これが、棚の底面になるやつなんだけど、入るかな、一発で。おお、来た来た。おお、これ一発じゃないか、ほぼ。ちょっと歪んでて分からんけどあれ、外れなくなっちゃった、ちょうど過ぎて。なんかたわんでる気がするけどえ、あー、抜けない、抜けないじゃん。もう抜けてー、抜けてー、抜けてー。お、ちょっと壁傷つけといてよはいもう一回、もう一回、もう一回いくよ。どうぞ。はい、完璧。おお、いいね。いいね、しかもドンピシャだよ、ドンピシャ。ね、ちょっとこの壁も当てがってみてよ。よいしょ。あ、はいはいはい。これをね。おお、いいんじゃない？結構な大容量じゃん、これ。そうなんだよ。いろいろ入るよ。うん、服とか全部そこに詰まっちゃいそう。ね。うん。いいんじゃない？これどう、みんな。これもしかしてさ、ライトここじゃん。ああ。ライトの半分も入っちゃってる、この物置の中に。どんぐらいの感じ？あ、どうしよう。計算。こっちの手前につけてるのを上に置きつつ、棚の上にね。そうそう、1センチ。棚の上にこうやるわけね。はいはいはい。ああ、こういうことね。しつつ、まあカーテンレールをこのまあライトの内側にして。まあなんとなくで、そうだね、まあおおよそでごまかそう、およそでごまかしながら生きてゆく、はい、もる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 さんところでさ、はい、風やばくない？台風だな。台風ね。今回沖縄はあんまり近づかないみたいだけど、内地の方結構行くみたいだからみんな気をつけてよ。ああらしいね。これをさ L 字でここ止めちゃおっか。ああそうだね。下から止めたら、太いもので止めたらさ、まあ強度大丈夫でしょ。半分はここに乗っかってるしさ、これで強度保ちながらでモルモルで埋めちゃおう、L 字は。とりあえずこれで固定していこう。はーい。ここはね、もともと棚を打ち付ける予定があったから、強い、あれ使ってるのよ。木材、中の柱に。この壁の中ね。四万十ヒノキ使ってるから、ここの四万十ヒノキの部分に向かってぶち付けていくわ。こうやって見ると本当に、すごくいいサイズ感の棚だわ、これ。ね。あ、あったあった。確かな太い感触を得た。太い感触。すごく太い感触を得た。オッケー、じゃあここ差し込んでいくよ。はーい。お、いいね。いいね。しっかり噛んだ。L 字の角度がね、ちょっと変えないといけないの。ここ見て。あらまあ。少し浮くね、L 字ね。ちょっとこれ L 字を改良しないといけない。見て。おお。ドンピシャ曲げれた。すごい。いい角度だわ、これ。さあ反対側も打っていきますよ。はい、あっさりと L 字が両側つきまして、いいんじゃないこれ。なんで何も事件が起きぬままうまくなっちゃったよね。みんながさ事件を欲してるんだよね。そう、コメント欄でね、みんな事件発生がないってね嘆いてるけどね、思い出してその方がいいんだよ。事件が発生しない方が。下はね大丈夫、出てきてないよ。ここから撮ると大輔さんの尻をお届けする映像になってる。なんでそんなエッチな映像を撮るの？これ俺らこんな感じ、こんな感じ。あ、いいんじゃない？これ。これいいぞ。ちょっと打ち付けていくぜ。うん。これネジが貫いてきたらさ、デスゲームの映画みたいになりそうな。足長っ、お主。え、本当？うん。後でちゃんと LINE 送っときよ、お母さんに。お母さん。足長く産んでくれてありがとう。そう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 。足長くありがとうって、まあ、こういう L 字でね、下の板とここの手前のなんつうのこの引っ掛けみたいな、これをくっつけてます。3箇所ね固定して、でそれだけじゃなくて、壁に対してもこれを固定していこうかなって思ってます。頑張って、後でアンパンマンコロコロビスケッチを2つ買ってあげるから。言ったな。言ったよ。よーし、今カメラにも収録されてるからな。ちょっと暗くなってきたから電気つけようかね。うん、よっ。いいね、いいね、明るいっていいね。最高。じゃあちょっとモルモルをねこの棚に塗っていきたいから、養生するね。はいよ。台風でやばいね。風でねちょっとビニールがね。モルモル登場。イエーイ。うちのモルモルちゃんずいぶん軽くなったね。足りるですかね。これ足りないんじゃない、もしかして。あと数百グラムしかないんよ、それ。最初14キロもあったのに。こちらでーす。じゃーん。いいじゃん。いいでしょこれ。いやこれはいいって。ほらこうやってね、こう段差になってて、いやこの段差がねどうしても俺は作りたかったんよこれ。なんでその段差にこだわってんのか私は分かんないんだけど。これがめちゃくちゃ奥行きあるんよ、ほら。そうなんだよね。すごい広いよ。こんな感じで。ああ広い広い。何でも置けちゃう。試しに何か置いてみようよ。ほら。めっちゃ広いじゃんこれ。そう、無駄に箱とか。はいはい。入るかこれ。入るやん。あ、なんかゴミ捨て場みたいになってきたけど。ちょっとここ下の部分注目していただきたい。ここってもともとこのハイエースの屋根の位置なんだわ。この車ってその上に FRP をガポってかぶせて屋根を高くしてあるんだけど、ここがもともとの屋根だからすごい強度高いのさ、さらにこれを補強してあるわけね、4本の柱で。はいはい。すごい強いのここ。ちゃんまりこっちで寝たらルーフベッド。こんなに物乗っていい？大丈夫？って不安になるぐらい。でも不安になっちゃう。いいんじゃない？でもたっぷり大容量だね。はい、完璧だと思います。今はこうやって丸見えなんだけど、まあ何かしら目隠しをするかどうか、カーテンをねつけようかなって思ってるから、多分カーテンつけると思う。またそれはそれで後日ということで、大容量の収納ができましてね。え、またいいお部屋に一歩近づいちゃったね。ほんとよ。やっぱいいよ、こうやってほら映ってても。で次はね、やろうと思ってんのが間接照明、ちょっとここにね七色に光る LED をつけようと思ってるのと、ビャーってねであとはこのソファーとベッドのねクッション部分、このウレタンが実はもう届いたから、これをまたね仕上げていきたいと思ってるます。はい、そうですね。ということで、そちらもねぜひ楽しみにしていてください。はい、いつも皆さんのねグッドとそれからコメントがね本当力になってます。ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひチャンネル登録していただいて、またお待ちいただければと思います。次の更新を。ということで今日の動画は以上です。バイバーイ。はい、オッケー、いいね。いやもう完璧よ。乗りたいな。乗らない。大輔さんの体重はさすがにやばい。無理か。